せっかくラーメン頼んだのに GoPro の充電ができてなかった。下手こいた。今はね、朝の7時ですわ。この時間、これが誰もいません。誰も飯食ってません。はい。じゃん、来ました。これです。ここはですね、自動販売機でこのあそこでね、オーダーすると注文するともう自動的にこっちの厨房の方にね、分かるというシステムで、前でしたらね、判件をというか券を出して判件をもらえると、でできたら番号で呼ばれるという形でしたが、今はそれがなくなりまして、もう直接呼んでくれます。はい、これが尾道ラーメン一番館。尾道にね、一番館っていうのがあるんですが、確か一番館ですね。そこのラーメンです。スープが透き通ってね、背脂が浮いています。で、麺は細麺ですよね。麺が細麺にチャーシューが入っております。うん、さっぱり。大変とうございました。
はい、ラーメン食いました。ラーメン食いました。いやー、失敗ですわ。スマホじゃちょっとね、上手に録画できませんでしたわ。動画は撮れませんでしたわ。でも朝からラーメン食えましたよ。今日はなんか雨が降りそうだ。山口県で雨が降ってるようですね。お、これした。じゃあちょっと元気出してまた行ってきましょう。その前にタイヤの点検します。いつもね、私タイヤの点検するんですわ。この人今荷物の点検しました。このトラック、こちらもなんか、この人ウィング半開きで荷物点検しますね。まあいいことだと思います。やっぱりね、荷物とかは要所要所で点検しないとね、本当ついてからね、ああっていうことになることがね、割とあるので。はい、にしても汽車なんやな、これは。見てください、会社の駐車場がね、舗装してないんですよね。いくら洗ってもね、足元がすごいです。で、今ね、雨がね、割と多いんですよね。なので、ウィングもね、先週ね、500円も払って、洗ったのに。また、一瞬でもう、汚れてしまいます。はい。こんなとこですね。続々と今トラックが入ってきます。この運転手さん半袖で汗びっしゃになって今荷物をなんかやってましたよ。まさか荷崩れしてるとかなことはないですよね。はい、それでは頑張って行ってきます。頑張って行ってきます。